どうも、ルジクニでございます。さーて、ここの探索やっていきましょうか。金ピカの鍵が欲しいぞー。これは敵か？普通に敵っぽい。そんなに強くなさそうだね。なんか、3回連続攻撃っていう割には2回しか発動してない気がするな。純粋に失敗してるってことなのか、あれ。もしかして。プリン武器じゃダメ？もしかしてプリンじゃダメだったりする？ちょっとスキルの説明見よう。スキルの説明で、ザンって書いてあるけど、今持ってる武器は、ザンではない。なんかこれ試しに別のアサシンダガーとかにしてみる？そしたらなんか3発出たりするんかな？あ、これで3発出るようになるんだったらプリンじゃダメだということですが、どうだ？またこけたな。武器には依存しない感じか。けどなんかたまにミスっちゃうよみたいな、そんな感じ？よくわからん。仕様がわからん。またこけた。こけてるな、あれ。いまいち成功しないってそういうことか。仕様わからん。レベルが足りないとかなのかな。それでプリンにしとくか。扉、入れる。敵いる。先制取れたか、今の。取れないんかい、人魚。クロスカイ。あ、今、でも3発当たってる？失敗してる感じじゃないか。あまりに連続だからわかんないけど、普通に当たってる感じか、これ。いや、オートのヒーリングが本当にやめてほしいんよな、これ。いいダメージ出るね。うわ、おい、やめろ、ヒール。もう通常攻撃した方がいいのかな。でもこれなんだよな。これなんだよな。プリン投げるんだ。状態以上に入らないか。お、経験値なんか美味しいな、ベラボーに。ちょっとレベル上げてもいいかもしらんけどな。特に何にもない感じ。敵出んのかい。ふぅ。上にも行けるが、とりあえず各部屋に入っていって、お、なんかある。5×8。5×8? 暗号文か？右側になったあの数字の何かかな。ふぅ、敵が強いわ。特になんもないか。5×8 という文章だけ手に入れたが、さて、アタックプラス1か。特にそれ以外。てかもう、もりもり倒してってるけど、いいんでしょうか？お仲間じゃないんでしょうか？これ。倒すよ。よーし、ゲッチュー。下側は特になんもなかったんな。もうすでに消耗が激しすぎるので、一旦回復に戻らざるを得ん。戻らざるを得ん。鍵が手に入らんな、しかし。とりあえず左側の探索から進めようか。左の上に行ってないね。あと上。5×8 っていうことだけ覚えとかんといかんな。普通にいろいろいるが、倒していくか。特に何かあるわけでもないんかい、それ。カード。一応倒していくけど、なんかあるかもしれんから。倒したけどなんもないんかい。さらに上は？まあ広い。まあ広い。お、カード。なんかこういうとこで休めたりはしない。アイテムもない。右側は？20。わからん。20と 5×8 ね。ひー、死にそう。20。うんふん。カードがいっぱい落ちてるのはありがたし、だが。お、またカード。61。むむむ？61。
さーて、この右側なんかぐるっとつながってる、お、そういう感じでもないか、あ、つながってる感じだな、きっと。赤いやつがいる。よーし、金ピカの鍵ゲット。もう一個欲しいんだよな。もう一個欲しいんじゃが、あー、左右つながってる感じだな、この感じ。やはりカードがある。よし、 MP ゲッチュ。レベル上げるよりもこういう能力アップ系のアイテムをいかに拾うか、そんな感じだな。特になんもない。誰かの娘さんの部屋か。お、散らばってる。 4÷3 4÷3。4÷3 ね。次は、お、赤いやつがまたいるね。赤いやつだけでも倒していく。よーし、これで金ピカの鍵2個目だ。左側にもカードがあるから取りに行くか。よこせい。よーし、 MP プラス5。 MP プラス5とかでかいよな、普通に。ちょっと一旦回復しに戻りたい。一旦回復しにも、お、カードがある、カードがある。とりあえず金ピカの鍵手に入れてるから、ここ開けるか。ゲッチュ。サンダーガード。サンダーガード。あー、雷半減か。なるほど。先生につけとく？サンダーガード、雷半減。まあ、回避率も上がるって書いてあるし。まあ、いいんじゃないか。こっちは？ウォーターガード、水か。なるほど。そして左側の数字もう一回確認してこよう。よーし。こっちの探索をやりますか。カードが落ちてるが、ディフェンスプラス1。レベルを上げたくなってきたが、なんかこう街とかにたどり着いたらなんかやりたいなと思ってんだけど、いわゆるいろいろこのアイテムが補充が自由に効くようなところを、まあでも今ここでもあれか、下に行けばアイテム補充できるから、まあ、ここでもいいのかな。ただなんかね、進めば進むほどこれ経験値がなんかべらぼうに増えてってんすよね。で、今経験値130ぐらいくれてるんですけど、1個前か2個前ぐらいのところは20とかしかくれてなかったんで、それ考えるとさ、ちょっとでも進んでから一気にレベルを上げた方がいいんではないかという、15気はしているんだよな。15ね。はい、杖イメージ、杖イメージ、マジックアップを覚えられる。そんなにいらんかな。でも一応まつけとくか。嫌がらんしいいか。さて、1523のマイナス6ね。ちょっとメモるわ。1523のマイナス6。これはあれかな、なんか計算しろっていうことかな、この感じ。今までのを全部合わせるとどうなるか。まだあるかもしれんな、数字。とりあえず1から6までは数字があった。だから、あー、これで一通り全部見た感じだな。なるほど。1523-6 4÷3 5×8 6 1だな。今までのがなんか計算なんだとすると、1番目は5なんで、5、2番目が10で15、マイナス6で9、割る3で3、かける8で24、最後に1足して25かな、25かな。あ、いたー。お、宝がある。人で、人で、人で、弓技もこれで使える。ビリビリだって。
まあ、なかなかいいじゃん。お誰じゃ。コバルト、汚なこの煮込み、天使め、最初にボコボコにされた恨みを晴らすぞ。知ってる子？まあコバルト、どうしてこんなところにいるの？あ、グリーン様だ。天使がここに来るんじゃないかって待ち伏せしてたんだよ。下に落ちたんだったらここから上がってくるかもしれないって思ったの。本当か？お前そんなこと考えるほど脳みそ詰まってないだろうに。そんなことないよ。だってね、お兄ちゃんがそう言ってたんだもん。お兄ちゃん？ああ、やっぱりな。降りてきた。ブルー。本当に来ちゃったんだ。お兄ちゃん、天使が来たよ。うどんにしよう。あわわ、その前にシルバー様に報告しないと。クリーン様とラズベリーさんも一緒だし、おろおろ。よし、ぶっ飛ばすよ。お前らチグハグだな。強いんか？コバルト、本気、ブルー、おろおろ。とりあえず、どうしよっかな。パワーアップかけるか。パワーアップ。メガディフェンスダウン。あとはどうしよっかな。マジック低下とかもいいけど。マジッククロス。で、あなたはあなたで自分にパワーアップ。パワーアップ大事に。物理で攻めていくか。人でそういう感じなんだね。ディフェンスダウン効くかなあ。あ、魔力低下は入る。あんまりダメージ入らない。片方にしかディフェンスダウン入らなかったか、これ。うわ、メガパワーアップとかしてくる。メガパワーアップ欲しい、うちらも。うわ、ディフェンスダウンしてくる。まあ、メガディフェンスアップ。そういうことする。じゃあ、フロースカイ。もう一回メガディフェンスダウンして。ホーリーとか効くか？アイアンスマッシュ。とりあえずいいダメージは出せるが。ホーリーや、そんなに効いてないな。よし、防具低下。フロースカイがもうめっちゃ強っ！おわっぱなんだそれ。ちょ、やめろ。混乱状態はまずいんじゃないでしょうか。ああ、敵が普通に強いんだが、それ。ああ、暗闇とかまずいけど。暗闇とかまずいけど。暗闇直したい。メガヒーリングしつつアイアンスマッシュ。ああ、まだ混乱してる。それ直して。普通に敵が強いわ。いや、ボス戦強すぎるって。ボス戦強すぎるって、それ。ディフェンスアップとかした方がいいんだろうか。メガホーリー。メガヒーリング。どっちか片方だけでも倒さんと。いまいちこれ、ターゲットが絞れない攻撃の関係で。先生これ混乱してます。毒！あー、毎ターンメガヒーリングかけざるを得ん。どっちかだけでも倒したらいいんだが、フロースカイが強いんだわ、ほんまに。メガホーリーもなんかそんなに効いてる感じじゃないな。うわ、メガコンフィズやん。パーパニック、治れ。パニック治ってない。混乱、混乱。パニック、スリープ。パニック、スリープ。これ治るか？メガヒーリング、アイアンスマッシュ。やめろ！普通のメガヒーリングで回復が足りてないな、これ。いつの間にか混乱治ってるし。うわぁ、コンフューズやば、エグすぎる。コンフューズエグすぎる。混乱、パニック、パニックを直す。いや、長期戦。暗闇やめろ、暗闇やめろ。あ、先生ならオッケー、先生ならばオッケー。フロースカイ、ちょっとメガディフェンスダウンかけるか、もう一回。
メガディフェンスダウンかけて、メガヒーリングかけて、アイアンスマッシュ。パワーアップまでかけたいが余裕がないな。あ、下がらんな。運が悪かったのか。もう効果は切れてると思うんだけど。効果は切れてると思うんだけど、運が悪いのか判断つかないし、もう一回かけてみるか。もう一回かけてみるか。魔力低下。ディフェンス、あー、下がった。下のやつは下がったが、運が悪かったということか。死ぬ死ぬ。ダブルペイン。あとヒットポイントどんか。あ、もうちょっとで倒せるな。もうちょっとで倒せる。よし。もうなんとかなるな、これ。なんか怒ってる。なんか怒ってますけど。ダブルペインじゃー。よーし、倒せたー。ふぅ。ふぎゅっぽ。よくもやったな、煮込みどん。この羽根つきボンボン頭。羽毛げああ。やっと静かになったぜ。あいつらキーキーうるさいからな。今のコウモリも魔族なの？ブルーは魔界に席を置いてる魔族だけれど、コバルトは悪魔界に住んでるから悪魔だな。席って魔界に住んでればみんな魔族なんだ。そうだぞ。猫でもワンコでも魔界に本席を持ってたら魔族だぜ。難しい儀式とかして魔族になるんじゃないの？うんにゃ。書類にハンコポンでお前もう明日から魔族になれるぞ。なんか思ってたのと違う。私のお兄ちゃんも最近魔界で暮らし始めたから魔族なのよ。そういえばシルバーさんは人間で、シグマさんは悪魔だし、ラズベリーも人間よね。うん、そうだな。だからみんな元はバラバラなんだよ。ブラック様が上にいなかったらきっとまとまってないと思うぜ。はーん、ブラック様こちらにいらっしゃるかしら。レイスちゃんセーブした方がいいんじゃない？回復もしてきた、毒！回復もしてきた方がいいと思います。セーブした方がいいんじゃないかしらって言うぐらいだから。この後強敵が待ち受けてるんじゃろうな。察するに。ということで一旦この辺にしときましょうか。ちょっとレベル上げるかな。ということでまた次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。